げてゆっくりここで早皆さんこんにちは、 RWS トリビュー塾の加藤コーチです。今回紹介させていただくスクールは愛知県豊田校について、紹介していきたいと思います。練習内容につきましては、ドリブルのキレを出すためのテクニックということで、こちらの内容を、スクールで行いましたので、よかったら参考にしてみてください。では動画の方に移っていきましょう。レッツゴー。ほうに向かって見てよ、ドリブルしてステップシーザーズ、小指でか、わかった、はい、いくよ、しっかり見てね。まっすぐドリブルしてジョンジョン、ステップシーザーズ、小指でかわす。これすごい一対一で使えます。左キノコいくよ、左足から小指、小指、ステップシーザーズ、小指でかわす。 OK、 このイメージでもうドリブルしてボールをまたぐステップって踏んだら、片足立ちで立っちゃう。でこのままジャンプ、小指でかわすイメージ。分かった？もう一回いくよ、いくよ、しっかり小指でまっすぐドリブルする、得意な足からまたぐステップで軸足で立ってくる。でそのまま右に抜きたいから、軸足を左にずらして小指でかわす。OK、 これを流れでやると、いくよ、ドリブルしてジョンジョン、ステップシーザー、小指でかわす。 OK、 この形で緩急を意識しよう。ここゆっくり仕掛けて、ゆっくりここで早い、まだこれをポイントはもう一つだけ、ステップシーザーズした時に、ステップシーザーズした時にまたいでステップ踏んだら、この足で立っちゃう、片足で。 OK、 またいだ時のこのバランスの取り方を意識して、やってください。 OK、 let's go! はい、頑張ろう。